痛い痛い。硬いですね。まあ人間生きてりゃストレスかかるよ。誰だってあるある。そうですか。大体この辺だね。手しびれたりしたら言ってね。はい、あの神経ギリギリのところ押さえてるからね。で、背中触ると、はい、ほら、すごい柔らかくなってるの分かるよね。分かります。まあ、1回で取れるのこの辺が限界なんですけどね。はい、60分でできるのこれぐらいですわ。はい、まあ、でも、随分柔らかくなったの分かるかと思います。分かります。で、あとはもうね、早めにまた施術、こうやって受けるか、はい、まあ、どこまで、汚れ溜めるかはもう本人次第だから、はい、うちからとやかく言いません。はい、お好きにどうぞって感じ。理想はどれぐらいの感覚なんですか？一応1ヶ月に1回ぐらいが理想だよって言ってますけど、はい、人によっては3ヶ月に1回しか来ない人もいるし、はい、あのそれは好きにしてください、はい、理想は1ヶ月にもう1回受けたらそこまで痛くないはず。あ、でその次のもう1ヶ月ぐらいでもう1回受けたらそんなに痛くないはず、はい、もっと理想は2週間に1回ぐらい。あ、なるほど。
でも自分の体にどこまでお金使うかなんていうのは、個人の価値観なので、はい、何とも言えませんから私が口出しません激薬で1回でバシッとやるかやるか気持ちよく受けるか毎回ここで40分受けてギャーって叫んでる人が、はい、じゃあ今回は気持ちよく80分受けるわっつって、はい、いつも痛いからやめてくれって言ってるのにって言って受けてた人が、はい、気持ちいいコース受けたらわ寝ちゃったわとか言ってでもやっぱりなんか寝るほど気持ちいいのところ痛いけど終わった後すっきりしたっていうのに感じをしようと思ったらやっぱりちょっときつい方がいいみたいで、あ、そうでしょうね、うん、人によってその感じ方って違うからね結局その人はもう叫ぶ40分コースに戻しましたね。あ、そうですか、はい。